あの巨人は他の巨人も倒してくれるなら、あの巨人についていけば。あの巨人の弱点を理解して攻撃している。相変わらず人間には無反応。普通ならとっくに襲ってきているはず。あれは味方の。それにあの戦い方、格闘術の概念があるようにも感じる。ミカサ、無事か？あの巨人は。なんだ、飛行士か。とにかく本部に急ぐぞ。みんなが戦っている。ミカサ、僕のガスと刃を分けておくよ。聞いてくれ、提案があるんだ。あの巨人を本部まで誘導できないかも。あいつに他の巨人を倒してもらうんだ。アルミエを考えなら私は従おう。本気かよ。ごめんなさい、アルミ。くそ、わかった、やってやる。それで、あいつをどう誘導するつもりだ。あいつの周囲の巨人を僕たちが倒していけば、新たな巨人を求めて本部へ向かうはずだ。やばいってことだよな。なんだ、巨人どもがみんな本部へ向かってるぞ。人が集中しすぎたんだ。本部が壊されたら僕たちはもう終わりだ。カッサバイデル、僕は本部の周りの様子を見てくれ。二人は急いで、あの巨人を誘導してくれ。ガスは節約しろよ。今はまともに補給できないんだからな。まだ無事だ。ミカサ、他の巨人が近づいてきている。このままじゃ本部に近寄れない。あの巨人を利用しつつ他の巨人を倒そう。来ない、ハスカパ。戦わなければ勝てない。一旦壁上に撤退したいが、巨人が邪魔だ。
けで本部に入れる。ありゃ、なんだ、ミカサ、無事だったか。みんな、あの巨人は巨人を殺しまくる貴公子だ。しかも、俺たちには興味を示さない。あいつをうまいこと利用できれば、俺たちはここから脱出できる。